も原まりです。本日はですね、8月15日ということで、こちらババン、5等分斜めてメイクオーバーがこちら手袋サンシャインシティでね開催される今日初日だね。まあそうだね、まあ実はね今日言うとね、朝一カノカリの一番くじ引いて、そっからちょっと駅別のとこ行ってフェイト見て、そっから今っていうね、もうオタク、ガチのオタ活というね、もう幸せな一日をね、もう送っているんですけど、まあとりあえず、ほら、結構人いるっぽいので、まあ、6回ではない。ちょ、18時の回で結構遅いんだけど、映画とか見たり、何より編集とかしてたから、まあここからとりあえず、まあ入って、まあ撮れるかな、まあ撮れるところだけとりあえず撮っていきたいと思います。ということで、レッツラ、ドドン！わーい、わーい、すごいすごい、ちょっと近く見ていい？なんかね、見て、こんな感じで透明の、ちょっと触れんけどね、すごいよね、透明の何これ、すごいない？で、なんかね、花嫁って感じ。これは、春葉ネギ先生五等分斜めてようこそ、皆さんのおかげで、はい、アルバムの、なんたらこれ直筆だわ、じゃん。いや、直筆で、直筆じゃん、直筆だわ、多分これ、直筆だ。じゃあ、こっから多分撮影、無理だな。あ、変わってる、変わってる、変わってる。はい、ということで、ちょっとここから、背景で BGM っていうか、音楽がバリバリ鳴ってたので、副音声の一発撮りでもうね、投稿まで時間がないので、もう副音声で行きたいと思います。確かこの時は、あ、そう、これすごくね？あと、あ、シェーとか言ってるかな？わかんない。言って、お、これすごくね？これは、いいね。あ、次、あ、これ声優さんの意識ですね。やばくね？ザーさんかわいい。あ、た、竹田ちゃんはちょっと最近俺来てんだよね。あ、待って、ミックはかわいいよね。ミックの水着最高ね。待って、いつき、あれ、イノリンか。イノリンはね、ほんとにかわいい。あ、これ、ハルマネギ先生の原作、これすごくね、なんでいつきなんだろう。いや、まあ、推しいないからいいけど、これはマジですげえ。見て、これもっとちゃんと映して。すごくね？これめっちゃ惜しい。ほんとに、いろいろお世話になりました。もうほんとにありがとうございました。はい、ということでね、今、はい、こんな感じで、バーン、グッズもしっかりとね、買ってきたので、まあ、この後、帰ってから、開封をしていきたいと思います。では、開封の儀式。で、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 はい、ただいま五等分の花嫁店、メイクオーバーに行ってまいりましたの次の日でございます。いや、ちょっとね、すまん。あの後夜、五等分なるんじゃなくて、彼女お借りしますの、一番くじのね、ま、昨日あげたロット買いを開封して、その次の日、もう急いでブワー編集して、その次の日にね、今ま、撮ってるって感じなんですけど、まあ、どうしようってか、先にどっちから行こうかな。なんか一応この後、五等分なるめ店の中身、撮影禁止だったところがどんなのだったのかを語るか、このね、グッズ、今回買ったこのね、グッズを、開封していくか、どっちにしようか迷ってるんだけど、みんなどっちのが気になるんだろうな。あ、でもそうだね、非公開の方はそっか、これから行く人もいるから、じゃあそこは最後の方にってか、後に、そっちは後にするわ。うん、そこだってネタバレ入っちゃうからね。そうだね、うん、これから行く人もいるから、じゃあ先にグッズ開封して、まあ、もう絶対にこの五等分斜めてもういかんわ、もう絶対にいかんから、ネタバレあり聞いていいって人だけ後半の聞いてほしい。これから行く人は絶対聞かない方が楽しいからね。で、そんな感じで、じゃあ先にグッズ開封からやっていきたいと思います。まあ、だけどね、とはいうものの、正直カノカリの一番くじを朝引いて、もうやられてるから、俺の財布やられてるから、そこまでいっぱいは書いてないんだけど、じゃあまずはこちら、バン。はい、これ動画中最初出せなかったんだけど、入場者特典で入った瞬間にもらえたいちかの色紙ですね。だからこれは割と時間帯によって決まってるっぽかったから、なんか俺の時間帯ではみんないちかだったっぽい。で、お次は、はい、こちらですね。はい、こちら、これは台座付きスタンドタイプの可愛いデフォルメマスコットというね、なんだろう、このチビキュンでもないし、なんかみたいな。ただね、俺言ってるけど、そう、再三言ってるけどさ、五等分さ、推しがいねえからさ、そのあんまりグッズ欲しいって思えんねん。どのアニメでも大体推しがいるからさ、これ推しいないの痛いよね。まあ、とりあえずちょっと開けていこう。まあでも一応さ、決めようぜ。今回、まあ一応狙っているキャラがいないと、やっぱ面白くないから、こういうランダム系は。いや、誰がいい？誰がいい？お前誰だっけ、推し。え？推し言っちゃっていいの俺。なんで自分の、なんで自分の、失礼になっちゃうかもしんないからさ。何が1,3,4,5 推しだから。あ、お前ふざけんなよ、それはダメだ、お前それカット入るよ、お前、うん、じゃあ2の出すわ、2の、ね、せーの、おいおいおい、四つ葉から、四つ葉でした。
やいてーい。後藤七海は、まあ、グッズのセンスが正直あまりない。一応ちょっと立ててみるか。え、ちょっと待って、これどうやって立て、どうやって立てんの、これ。ここあるやん、これこうあって、え、なにこれ、なんか透明のに刺して、え、ここに刺すの、ここでいいの、ここで、え、こうでいいのかな、え、だからなわけないよね。お待っていいよ、え、どこに刺すのこれ。ああ、紙だわ。はい、こんな感じ。これで多分、まあ、どっかに置けということですね。まあ、ちょっとこれはね、一人でもいいけど、なんか曲がってんな、なんか曲がってんだよな。まあ、そんな感じの、あれですやつです。で、次これ大本命、これはね、あの俺とアシスタントの荒井ももう満場一致で買いっつって買ったやつと、買いだわこれはっつって秒で買ったやつなんだけど、で、せーの、え、あれ出ない、え、え、あれ出ない、あい、あい、やばくねこれ、え、やばいっしょこれ、すごない、フォトフレームアクリルスタンドかな、フォトフレームアクリルスタンド、確か。やばくねこれ。いやー、まだアニメしか見てない人は何とも言えないと思うけど、このね、大集合で丸尾もいるしね、まあ、そしてね、まあ、風太郎のお父さんもいるし、もうこれはやばいんちゃう。あ、ライハは、え、ライハは、ライハいねえんだけど。でも次ランダム性のものいっちゃいます。はい、ランダム性のもの、はい、これバン、これ5つあるんです。5つかな、5つ買った、コマコレスタンド付きバッチコレクションです。はい、これね、めちゃくちゃよくね。しかもこれ全部原作絵で、見てこれ、ちょっと誰だ、ちょっとあのちっちゃすぎるからちょっと写真出しておくけど、まあ、こんな感じでね。でもこれ正直全部当たりなんだよね。ちょっと開けていくわ。いや、これはね多分買って正解だと思うんだ。いや、開けんのだる。あ、でも一応お目当てのもの決めるから、一応お目当ては、まあ、このモノクロの、あ、この5人の、あ、これいいじゃん。モノクロ A、モノクロ E、カラー C を狙っていこう。よし、いくぜ。じゃあ、一発目。せーの、はい！お、なんだこれは？これはなんだ？ちょ、わからん。見えない見えない。おーっと、これは、あ、これ、ん？こんなあった？さっき。あー、これモノクロ B ですね。残念、残念。でもこれめっちゃクオリティ高いじゃん。やばくね？は？これいいぞ。これ押しなんです。これ1個だけだとちょっとダサいかもしれんけど、これを何個も立てたら絶対いい。え、めっちゃいいじゃん。じゃあ、続いて2つ目。せーの、来い！なんだこれは、なんだ、おお、おめでとうございます。から C だね。いや、素晴らしいのだ、ゴートオブな。いや、このお金のない中でのこの選択肢は素晴らしいのでは。やーべえわ、やっぱね、そうなんだよ。お金があっていっぱい買うのもいいけど、お金がない中で、いや、もうこれは買わなきゃいけないなっていうのを買うっていうのは、やっぱそこがね、うん、まあやっぱセンスなのではっていうか、親近感なのではっていう、これを見てるみんなと同じね。あ、今開けちゃった、開けちゃったけどまだ見てない。せー、あ、ちょっと、せーの、おい、さあ、なんだ、なんでこれ、あー、これはあれか、縦のやつかな。はい、次4つ目、さあ来い、あと2個で絶対に1個当てなきゃいけない。せーの、おい、いい、来い、はい、あー、最初欲しいって言ったやつな。これタペストリー持ってんだって、これ、あの上にあるな、ほら、あれだよ、あれ、これこれこれ持ってるから、なんかそんな、うん、いらんわそんないらんけど、あ、同じだもんな、全く同じじゃねえか。よし、じゃあ次ラスト頼むから、いいだけはもう持って帰らないとしねえ。せーの、頼む、いい、来い、はい、あー、 A だ。まあ欲しいとは言ってたやつやけど、いや、 E だけ欲しかったら、いや、 E 出なかったか、ふー、まあまあいいでしょう。俺のお目当てのもの、まあ一応2個出たからね、まあいいんじゃない、うん、結構5等分の2なんでね、まあいい彼女たちをもらえたのではないでしょうか。はい、ではね、じゃあここから5等分斜め点でちょっとあの撮影の許可が下りなかったというか、撮影不可のエリアのところをね、まあちょっと見ていきたいんですけど、見ていくっていうか、どんな感じだったかって話をしたいんだけど、ね、まず入ると、今までのなんだろう、名シーンとかのカラー付きのイラストとかがバーって並んでる漫画ので、あとね、そこに制服があった。そう、5人の制服がしっかりとあって、そこにミクのヘッドホンとかもしっかりとあったし、あとはね、そのなんだろう、2のだけはあのなんつうの、あ、なんか 紫色のあのなんかカーディガンみたいのをつけてたりとか、そんな感じの、まあ、マネキン、5人のマネキンがあって、それはね、すごく見ていて、まあ、すごかったっていうのと、あとすごいね、まあ、あるとこが出っ張ってたから、ちょっと俺は手が伸びそうになったけど、まあ、一応やめといた、さすがに触ったらまずいから。で、その後にね、その次に、まあ、結構面白いことがあって、これね、ちょっと待って、俺メモってきたんやけど、その5人の、俺でも知らない、原作前回読んでプラスなんだろう、裏設定資料みたいのを5人読んでても、あ、そんなあったんだって思うような裏設定みたいのが5人分あったので、ちょっとそれね、驚いたのだけみんなのね、あのメモったから見ていきたい。1か、まず1かね、まず1かは、飼ってるインコにだけ本音を言える。インコ飼ってたっけ、1かって、インコ飼ってた、飼ってないよね。インコにだけ本音を言えるらしい。で、貯金に命をかけてる。そんなあったっけ、貯金に命をかけてるらしい。で、次2の、2のはなんか下僕が多いらしい。まあこれはなんと
となく想像できるけど下僕が多いで、なんかファンクラブがあるらしい。これもアニメではなかったと思う。で、次ミクね。ミクはヘッドホンで何を聞いてると思う？あるヘッドホンでなんか何かを聞いてんだ、ミクって実は。織田信長の声。あ、惜しい惜しい惜しい。落語を聞いてるらしいよ。惜しくない。惜しいだろ。いや、まさかだけどそう、落語を聞いてるらしい。これはマジでびっくりした。で、次、四つ葉ね。で、部屋に観葉植物を置いてるらしいんだよ。置いてるかな？四つ葉の部屋って出てねえか。そう、まあ、部屋に観葉植物を置いてるらしくて、それは、なんか人のために何かしたいとかね、何かしてあげたいね、水をあげるっていうのが、そういうあれだから、それをまあ、まあ、なんつうのイメージして、なんか観葉植物を自分の部屋で育ててるらしいよ。で、なんかその辺の設定とかもしっかりとキャラのあれになってるらしい。で、最後が、5人目。下ネタが苦手、いつきですね。下ネタが苦手。まあ、これは、まあ、みんな周知の事実だけど、まあ、現地が取れました。しっかり原作者の方からの声で。で、その後が本当にすごくて、まあ、ちょっとこれ、アニメしか見てない人はまだね、わかんないところだから、詳しいネタバレはしないんだけど、3年生の最後の文化祭で、最後の祭りが、いちかの場合、最後の祭りがニノの場合ってさ、分かれてるじゃん。あれをモチーフに、各々各々の、個人スペースみたいなのが作られてて、そこに、そのね、キャラクターの、思い出の、あれ、イラストがね、バーっていっぱい複製原画が貼ってあって、でそこにいちかはね、なんだっけな、あれだ、女優の台本、女優とかそういう、なんだろう、演技の台本があって、でニノはパンケーキがあった、パンケーキがあって、ミクなんだっけな、ミクはあれだ、失敗したなんかね、なんか泥のなんかみたいなって、なんだろうあれ、ケーキかな、ガトーショコラっぽいな。ちょっとまあコメント欄に書いてくれ、確かガトーショコラかもしんない。まあそんな感じのがあって、で四つ葉が日の出祭だ、日の出祭の T シャツ、あのね、文化祭の T シャツがあって、いつきがあの勉強道具だね、勉強道具で、そのまま出てくるの。その次そのまま出て行って、そこにめちゃくちゃでかいウェディングドレスがあるの。めちゃくちゃでかいウェディングドレスがあって、でそのままバーって行くと映像があって、そこで4分間のなんか映像を見せてくれるんだけど、まあこれは特になかったかな、なんか今までの思い出を振り返るのをちょっと感動チックに描いてくれるって感じのやつがあって、でそのまま今までの特典とかのイラストがあるところをバーって抜けてって、で最後多分俺が撮影してると思うけど、最後写真撮影が可能とかなエリアに出て、それで物販へ GO でまあ終わりっていう感じでしたかね。はい、いかがだったでしょうか。まあ総じての感想としてはね、やっぱその愛があるなって感じたら、やっぱこんぐらいのクオリティでアニメイベント、他のイベントはやっぱやってほしいなっていうか、うん、やってくれたらすごいね、楽しくなるな、毎回がワクワクできるなって思いましたね。まあ一応まだ多分全然後半とかだったら当日券とかでもいけると思うので、当日券でいけるのかちょっとわかんないけど、まあこれはね、ぜひともちょっと五等分のファンの人には必ず一度ちょっと足を運んでほしいなと思いましたので、ぜひとも気になった方は行ってみてください。で特におすすめのグッズはマジでこれ、本当におすすめ、これと、このアクリルスタンド、このアクリルスタンドはマジで買っといた方がいいと思います。本当におすすめよ。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。今回みたいなアニメに関する動画をほぼ毎日上げてますので、見逃したくないって方はチャンネル登録と高評価、ちょっと待ってチャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターやってますので、ツイッターのフォローお待ちしております。それでは今日はこの辺でごきげんよう、バイバーイバイバーイ、ごとぶんなんです。